全国の映画館では毎週新作映画が公開されている一体誰が映画を見張るのか一体誰が映画をウォッチするのか映画ウォッチ超人シネマンです歌丸が今立ち上がるその名も週刊映画辞表ムービーウォッチメン ここから夜11時直前までは映画評論コーナー、週刊映画辞表、ムービーウォッチメンです。今、劇場公開されている最新映画を、映画ウォッチ超人こと、シネメンディアス歌丸がちょっとうまく、シネメン、ちょっと、うまく言えてないんじゃないんですよ。これちょっと映画、英語風にシネメンディアスって <laughs>。ウケフウ,ウ,ウ,ウォッチング、その監視結果を報告するというコーナーです。今夜扱うのは、先週ムービーガチャマシーンを回して決まったこの映画。バシャウマさんとビッグマウス。純喫茶磯部。 三角などで高い評価を得る吉田圭介監督の最新作。脚本家への夢を追い求め、一心不乱に努力する、え三、ー、十半ばの女と、シナリオを掛け上げたこともないまま大、えー、大口を叩く青年との、え大口を叩く青年との、えおかしくも切ない交流と成長をコメディータッチで描く。えー、ヒロインの馬淵道を演じるのは、麻生久美子さん、えー、ビッグマウスの青年、天童よしみを、関ジャニエイトの安田翔太さんが講演しているということでございます。えー、そして先ほどもね、えオープニングで、えいくつかちょっとね、代表、なの、なんていうかな、心情をろのね、メールをね、紹介させていただきました。 がもこの映画を見ましたよというリスナーの皆さん、またのウォッチ面からの監視報告数々いただいております。えー、メールの量は普通、まああの公開規模はそんな大きい作品ではございませんでね、メールの量自体は普通なんですが、えー、9割以上が 賞賛のメールということで非常に評判がいい。えー、ただし、映画の出来がどうこうではなく、自分の夢に対してどう、夢っていうのは、だからそのね、なんかになりたいとかそういう方の夢ですよ。自分の夢に対して、このね、あの、夜見る方の夢だとまた危険なメソッドとかそういう方のね、映画になってきます。<laughs> これ余計なこと言わなくていいんだ。えー、自分の夢に対してどう向き合うべきかというテーマが刺さった人が多かった模様と。はい。えー、これは自分の映画だと、自分の曲を重ね合わせるメールが大変多かったと。これでも作り手、ね、皆さんにとっても非常に本意の部分じゃないんですかね。えー、例えばです えっとラジオネームハウリングニーズさん。 えー、吉田圭介監督の作品を初めて見ましたが、こここここれは敗者さたちの想像力に満ち満ちた、えー、主力の負けるのは美しく映画でしたというね。はい。えー、あの、は、長谷直人先生のね、えー、本のね、タイトルもこれに引用していただいておりますが、この映画のスタンスとして鋭いのは、表現活動の深刻な中毒性が,が描かれている点だと思います。まぶさんにとって、脚本執筆とは、えー、やめられない止まらない底なし沼の,の麻薬であって、今作はジャンキー映画としての要素も多分にあるなと感じました。あ、なるほど。 会社辞めたくです。すごいですね。え、ビッグマウス安田が、ま、安田っていうかその天道よしみね、キャラクターね。ビッグマウス安田って言うと、<laughs> はい。えー、居酒屋で脚本家を志した同居を話す中、もはや自分の中に、えー、純粋な初期衝動がないと気づかされてしまったまぶちさんが涙を流す場面は、ジャンキーが、えー、中毒から冷める瞬間を斬新に滑車していると感じました。あ、そういう解釈もあるか。えー、脚本対象発表のシーンに切り替わった場面、えー、映画を見ながら120%まぶちさんにのめり込んでいた俺の中の敗者が暴れだし、<laughs> 要するに、まぶさんに対象を取ってもらいたくないかも、みたいな。なんともアンビバレントな不安に陥りました。だから、感情輸入して見てたのに、いやー、お前、お前だけ成功させてたまるか、みたいなことですかね。<laughs> えー、まさんには脚本家として体制して欲しかったけど、ずっと安い服を着たまま夢を叶えないで欲しかった。今でもその答えは出ていません。<laughs> これはこじらせてるぞーえー、映画を見終わって数日、まぶさん元気かなと考えない日はないです。まぶさんは永久に踏みです。これはでも、 最高のその映画として観客ですよね。やっぱその、あ、生きてる人だって思えるってことはすごく大事ね、素晴らしいことですよね。あいつ元気かなっていうのはね。はい。一方ね、じゃあ、ダメだっていう人の意見ご紹介しましょう。えっ、ー、と、さっきあの、いつもメールが黒すぎて、あの、サナから読まれる気ないだろうとか言いましたけど、あえて紹介しましょう。スターリングエレファントさん。 あの、もちろん、抜粋に、抜粋に次ぐ抜粋ですよ。もう全体何ページなんだよ。<laughs> <laughs> 本だよ、もう。えー、ちょっと抜粋させていただきますけど、えー、話の流れ自体は悪くない。夢をいつ諦めるのか、そのヒーを描くことも、結末も悪くはないです。愛に夢を見ることを称揚する薄っぺらい物語よりは意義がある。 ね、という部分ね根本の部分は認めつつでもあまりに、えー、エピソードがつまらないダメなキャラクターが変化成長していく物語とはいえ主人公の二人があまりに愚かでその言動がいちいち腹立たしく最後まで付き合う気が失せるまた麻生久美子の元彼と後輩以外のキャラはほとんど記号でしかなく作品に奥行きもアクセントも加えることがない えー、細部の荒さも目立つ何より人物造形や行動を描く際のセンスがひどいすごいな今時あり得ない古臭さ、まあ、だんだん天道化してきましたよこれ、えー、そして一番最低最悪の欠点は作り手もキャラクターも映画とシナリオが好きでもなくリスペクトの気持ちがないことでまああのー、いろいろね挙げていただいて誤解しないでいただきたいのは映画やシナリオに対するディテールが甘い愛がないからダメと言ってるんじゃなくこの作品を映画ドラマのシナリオの世界を描いた特殊な青春物ではなく、えー、夢を諦めること引き際を考えることを普遍的に描いたものとして高く評価する批評、えー、を見,見かけます が違います。普遍的に策撃が詰まるまあ、とにかくまあボロカサは言ってるというね、ごめんなさいで、いろいろまあ書いていただいて、ありがとうございます、あのスターリングエレファントさんなんかも、まさにもう毎週毎週この労力で、しかもやっぱスターリングさんの見方があって、やっぱすごい毎回刺激的です、面白いですよ、えー、なのであ皆さん含めてありがとうございます。ささあではいってみましょう。バシャンマさんとビッグマウス。 えーっとね、バルトナインとシネクインとで一回ずつ見てきましたけど、どっちも結構入ってて、特にシネクインの方がもう本当に、ほぼ全員女性なのかなって思ったぐらい。まあそしたら小牧根くんがいたりなんかね、俳優のね、小牧根大好きね、名優がね、いたりなんかしましたけど。で、えー、っと、僕ね、最初に見に行った時に、あんまり、 その、なんていうか、細かい情報、吉田監督の最新作ぐらいしか入れてなくて見に行ったので、いまいちよく分かってないで見に行ったんで、なんでこんな女の人ばっかり多いんだろうまあまあ、要はその、安田翔太さんね、えー、かんちゃんエイトの人だっていうことが。で、後からまあ、むしろ知ったという感じで。で、そういうその、かんちゃんエイトの人だっていう先入観な、一切なしで最初見たので、この人ハマってるなーっていう、この人どこの人だろう、ハマってるなーって思って。え要するにその役柄的には、 んとまあそういうふうに、ね、感じちゃったスターリングエレファントさんもいるけど僕は要するにともすれば単にひたすらイライラさせるだけの、まあ、感情移入しづらいまあ役柄、えー、じゃないですかでなんだけどそれをちゃんとでもまあ別に悪い子ではないんだけどなっていうバランスでこう見せられているというかこの安田さんの演技バランスというか言、まあ、ってみればちょっと体現できちゃって多分安田さんご自身の人柄もあるんでしょうけど、えー、というところで安田さん、いいと思いましたね。すごくねはいで 同時にですね、いくらでもこの話、地味に暗くもなっていける題材ですよね、これね。えー、なんだけど、えー、しかもオリジナル企画なわけで。なんだけど、そこにちゃんとこうポップさ、花、もっと言えば、えー、確かな商業性。 えー、みたいなものをですね、えーまあ、さっき言ったようにその安田さん自身が要するに演者としてこの役にぴったりであるという作品的なプラスと同時に確保してみせるこの吉田圭佑監督の、まあ、言っちゃえば頼もしいしたたかさっていうかそういう部分の表れでもあるなというふうに思いました、はいまあ、とにかくこの脚本監督、えー、手がけてらっしゃる吉田圭佑さん、えー、前作のですね三角というのね、えー、2010年の作品ですけどもうとにかく超最高で僕あの映画秘宝の方ではこの番組でやってる、えー、とベスト以外のベスト10を提出してるんですけどそっちにはのベスト10には 三角その年で入れたぐらいで。はい。えー、前にあの、小島稽古キラキラという番組やってた時にね、その中でもうちょっと僕は紹介したんですよ。で、その時は、えー、男が浮気する理由とはみたいな、そういうちょっとこうネタ的なトピックで。映画ですよ、三角つって。僕はその、要はこの映画で描かれてるのは、男が浮気とかね、そういうちょっとこう、よろめいちゃうのは、性欲とかですらないと。そうじゃないんだと。えー、なんか、可能性 <laughs>。 ちょっとでも可能性を感じると、そっちに行きたくなっちゃう修正のせいだっていうね、えー、ことを言ってて。だから、あ、この、ひょっとしたらこの人とやれちゃうのかっていう可能性を感じたが最後そっちの可能性で頭がいっぱいになっちゃうっていう、その修正の件であるという。で、で、往々にしてその感じた可能性っていうのは例えば勘違いだったり、あるいは本当に一瞬の一過性のもので、よし この間可能性感じたから、もういけるんでしょって言った頃には、もうその可能性なんてもう無に記しているというかね <laughs>。というところから生じる、まあ、情けなさ。男の情けなさ、しょうもなさみたいなものを、え、この三角という作品では、えー、高岡宗介さんがね、もうね、最高の名演ですよ。もう高岡宗介最高 <laughs> っていう名演で見せてたりとか、あるいはその、 ええー、まあ、その、高岡壮介さん演じる男の彼女で、ええー、まあ、一見堅実というかね、まあ、真面目な人に見えるんだけど、えー、後半でどん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 行動が上気をしていって、こう、ストーカー化していって、映画自体がどんどんホラー化していくという、えー、田畑智子さんね、えー、不甲斐ない僕は空を見たのも素晴らしい演技を見せる田畑智子さん、これも最高でしたし、あとは、 こう、まあ、登場人物たち全ての運命を狂わせていく。まあ、ファムファタルって言うとね、そんな立派なもんじゃないんだよ。ファムファタルなんて立派なもんじゃなくて、単に幼さゆえの天然な残酷さで、えー、人を振り回りの人を振り回していく女子中学生役。えー、の、元 AKB の小野恵里奈さん、エレペオンね。えー、小野恵里奈さんももう完璧な役どころっていう。この小野さんが要するにこう見せる、こう、なんていうんですかねその、えー 天然な残酷さ分かってん自分の性的魅力とかも分かってんだけどってそれを、あのか、ー、んかつに振り回すなっていうでこの,の中でね描かれるのは三角の中で描かれるのは僕が持論としてよく言っている、えー、要はそれまでねよ あの、そういう関係じゃないしっていうのを、こうなんか取り繕っていた二者、まあ、二者のまあ異性でもいいですよ、そういう、えー、そういう二者の関係が、ついに一線を超える、一線を超える瞬間が人生で一番エロいって僕いつも言ってるんですけど、持論として。その一番エロい瞬間っていうのを生々しく捉えた作品としても僕この三角がすごい突出してると思うんです。こんだけその一線を超える、 エロい瞬間を捉えたのは僕はこれに匹敵するのはジョン・カサベテスのフェイシーズぐらいだと思ってるんですよ。<laughs> ジョン・カサベテスのフェイシーズの後半で出てくるある一瞬が唯一匹敵するんじゃないかっていうぐらいで。はい。えー、とにかくですね、この三角のね、DVD のパッケージにこんなコピーが書いてあるんですよ。えー、等身大の青春ラブストーリーって、あのね、あの、このコピーから連想されるようなそんなぬるい映画じゃないですね。<laughs> はい。えー、まあ、確かに、 等身大だけど、その、なんていうの見たくない等身大 <laughs> 俺たちが見たくない等身大って、いや、てか見たいんだけど、えー、という、だから、そういうふうにですね、むしろ、ホラー的だったりとか、サスペンス的だったりもする、えー、要は、胃がキリキリと痛むような喜劇っていうんですかね、一言言えば。胃がキリキリ痛むような喜劇の名手ってことだと思うんですね、吉田圭介さん。はい。えー、で、 まあ今回、この、えっと、今回、ムービーウッチ名やるんで、あの、おそまきながらというか、ね、三角あんだけ絶賛してたのに、過去作とかちゃんと見てなかったんで、ソフト化されてる過去作は全部、ちょっと一気に見たんですけど、拝見したんですけど、やっぱりですね、例えば、男が、一方的に女の人に幻想を抱いて、まあ、それこそ可能性を感じてでもいいですけど、女の人に勝手な幻想を抱いて、まあ、熱烈に片思いなどしてしまうんだけど、実は、女の人側には女の人側なりの、身も蓋もない、 現実リアルみたいなものがあってさ別に女の人はその幻想の存在じゃなくて本当に、ね、生々しい生々しいそれこそ男には見せないしょうもない面もある女の人としているという現実というのがちゃんとあってみたいな要はその思い込みが壮絶に空振りしてつまり 例えばその男女の話で言えば本当の意味では相手のことを理解しようとはしていなかったがゆえのまあ悲劇というかまあ当人にとっては悲劇だし旗から見れば滑稽な結末を迎えるまあ大体こういう話で共通している例えばまあそのええー、女子高生のことに横連坊であの女,子女子高生に勝手にこう片思いするお,おじさんの話みたいなのが結構多かったりとかこれ別に男女逆転でも言えてええー、例えばあの純喫茶磯部でいうえっ、ー、と仲里依紗さん演じるそのね女の子が まあ、男、ある男の人素敵って思うんだけど、それは実は素敵でも何でもなくてっていうあるリアルな現実があるとか、逆転現象もある。今回の馬車までもありましたよね。はい。えー、というね、まあそういうことでございます。という、大まかに予約すればそういう話で共通しているということだと思います。あのー、ほぼオリジナル企画なんですけど、唯一あのー、 なんだっけなえっ、ー、と、梶じいものレモンってあるじゃないですか。あれを、あの映像化、まあ、要するに日本文学を、なんか短編でいろんな、キーエンの監督が映画化するみたいな、そういうシリーズのやつで、レモンをちょっと短編にしてたんですけど、まあ、レモンもさ、言ってみれば思い込みの話だしね、っていうね。はい。えー、ということで。で、まあ、基本的にはでもこの吉田さんオリジナル企画、オリジナル企画、こんでやってると。まあ、非常にだから要はもう作家性ってことですね。この話というかね。えー、同時にですね、 例えば、えっと、完全に慈悲で、えー、排水の陣で作り上げた、えー、で、その結果、あの、夕張国際ファンタスティック映画祭で評価された、オフシアターコンペティション部分グランプリを取ったっていう、まあえー、生夏って2006年の作品があるんですけど、うん、これも、要はその慈悲で取って、排水の陣で取った作品なんだけど、同時に、ちゃんと、 あの AV 女優の青井空さんをキャスティングしてたりして、要はちゃんとキャスティングには一種のメジャー感を担保してる。まあ先ほど言ったね、患ジャニエイトさんね、その安田君の派遣もそうだし、なんかこうキャスティングにはいつもメディア感がちゃんとあったりとか、そういうこう、なんていうかな、し,した高さっていうとちょっとなんかね、意地悪な言い方に来るかもしれないけど、たくましさがあるってことだと思うんですけど、ちなみに今言ったこのキャリア、背水の陣で作り上げた作品が夕張国際ファンタスティック映画祭で評価されって、 あの埼玉のラッパーの入江雄監督とちょっと重なるキャリアだなというふうふに思ったりしましたそして埼玉のラッパーもあそこにちゃんとみひろさんがキャスティングされているというのが結構大きかった気がしますしね。はいえー、というででちなみにですね吉田圭介さんは あのー、監督していない時はというか、監督として目が出ない時とかも含めて、あの、塚本慎也さんね、えー、哲夫など、塚本、えっと、ん哲夫でいいんだっけ哲夫などの、た塚本慎也さんの作品などで、証明技師として、普通にプロとしてガンガン仕事をしてもいるというね、そんな立場だったりします、ということでございます。はい。で、 えー、とにかくですね、あのー、主人公が当初抱いている勝手な思い込みが、さっき言ったように壮絶に空振りすると。で、えー、その真実が明らさまにどんどんなっていく、そのあるポイントから物語のトーンがちょっと、ちょっと変わって、例えば表面上穏やかな会話を交わしているように見えるんだけど、実はものすごく残酷な事態、実酷なやり取りをしている、えー、いるとかですね。えー、というのをまあ絶妙な、例えばその、なんか絶妙にこうカットの、素早いパッと顔カットの切り返しで、あっ 今来ますみたいなこうね、えー、そういうのを見せたりとかですね、えー、あるいは、誰もが多少なりとも思い当たるような、こう、人生における痛い面、痛い面を、今度は逆に、こう、じっくりしたフィックスの絵でじっくりと見せる。もう見てる側はもうやめてれ、もうやめてくれもうやめてくれ もう見せないでくれーっていうようになるというような、そういうようなシーンの見せ方であるとか、まあ、とにかくですね、基本、まあコメディ、喜劇なんだけど、えー、言ってみればですね、突然世界がその恐ろしい本当の顔を見せ出して、ホラー化していったり、サスペンス化していったりもするという、えー、そういう面白い作品というのを撮り続けている人だってことです。ただまあ、あの、恐ろしい、ホラー的になったりするんだけど、最終的にはそういう人間の愚かしさ、えー、まあ情けなさ、まあ恐ろしさも含めて、そういう面をなんかこう、最終的には、 仕方ねえなあっていう仕方ねえなほんとなー人間なっていうふうにこう仕方なく受け入れてるそのバランスがやっぱり喜劇的っていうことだとは思うんですけど落語的と言ってもいいかもしれないですけどねはいえーというね吉田監督でございますでまあその男女もののそういうのの集大成が言ってみれば三角なわけですよねなのであのえっと馬車馬見てあの三角まだ見てない人ぜひ三角見ていただきたいんですけどはいなんか三角からレベルが作品のレベルがちょっとまた一個上がった感じがちょっとするんですけどねはいで えー、今回のその馬車馬さんとビッグマウスというね、今回の作品でも、例えばですよ、そういう作家性の部分。例えば、あそこすごかったですね、麻生久美子さん演じるそのまぶちというね、その主人公、目が出ないしね、アルロライターが、えー、元彼、まあ、岡田義則さん演じるですね、元彼に、まあ、慰めてもらっているうちに、まあ、なんかこう、慰めて、こう、ハーグみたいなところからの、中、からの、 押したバタッと倒して、元彼の方うが彼女の方に、あんまりそういう気持ちはなかったっぽいんだけど、やっぱり男女2人いてハグからのうって感じでやっちゃうのか、やっぱりって感じで胸揉んでからの不器用に服を脱がしかけているとっていうあの場面。要は もう、もう、はっきり、やる気満々のところで、要するに、オスとして、オスの面を自分一旦見せてるのに、そこで、ああいうその女性からのある一言とか、何らかの理由により、こう、あっつって、いきなりオスオス引き下がるを得ない、俺の惨めさ。<laughs> 一旦、一旦完全に勃起しているところは、見せているにもかかわらず、もう踏み越えられない、俺のこの勇気のなさ。<laughs> 惨めさ。 とかさあるいは女性側女性サイドで要はあのー、そこまでのつもりはなかったんだけど男側からすれば一番なえるタイミングで余計な念押しみたいなことを余計な保険みたいな一言を言っちゃったために男が引いちゃうのを見てあっあしまった <laughs> ここで言うことじゃなかったみたいなねそういう後悔とかもあったりするでしょうしとにかくですねああいう場面っていうのはもちろん全く同じじゃなくても男女の。 うっかり一線は超えるんだけど、そこでこう、またオズオズ引き返すみたいな、ああいうみっともない場面っていうのは人生の中で確かに多少なりともやっぱ皆さんあるでしょうし、それをスクリーンで客観的な長回しとかで、客観的な長回しとかで見せないでよ最高だからっていう。<laughs> 最低だ最高だ最低だ最高だっていうね。はい。ということなんですよね。はい。もうまさにこうもう、えー、吉田さんの、まあ、意地悪人間喜劇っていうかね、そのもう真骨頂の場面じゃないでしょうかね。もう本当最悪のラブシーンですよね。<laughs> 最低最悪のラブシーン。褒めてますよ。褒めてます。はい。とか、 あるいはさっき言った表面的には、それこそ字面上ね、言葉、話してる言葉の意味上は穏やかなその会話みたいに見えるんだけど、実はものすごく残酷なやり取りをしているって言人例えば、えー、あの、映画監督、えー、坂田聡さんって方な、坂田聡さん演じる映画監督さん、このあの映画監督自体、そんなご立派な、 サッカーとかそういうほどのなんかね、大した監督でもなさそうなのにっていう、あの監督に、まあその脚本を見せて主人公、まぶさんが。で、脚本ダメ出しを、やんわりとダメ出しされる場面の、やんわりがゆえの、まあ一種残酷さっていうかね、あそこで本当にさ、こことここがこうでこうで、要するにあの監督はまぶさんにそれ以上、その、恨まれかねないぐらい具体的なダメ出しをするような義理がないから、でとしては精一杯付き合ってる方だし、 あとこれ、ちょっと僕個人的な話をさせていただくと、僕も例えばデモテープもあって、忌憚のない意見を聞かせてくださいっていう時に、まあじゃあ結構厳しく具体的に言う時もあるんですけど、言っていいんだねっつって。ただその時に、やっぱあのね、わかんないよわ <laughs> かんないよっていうのはやっぱ言っちゃうんですよ。っていうのは本当にそうで、ダメだダメだと思ってた人が後からすごく芽が出ることもやっぱあるんですよ。どうなるかわかんないし、 分かんないよってやっぱ言わざるを得ないときやっぱあるんだけどそういうま、残酷さであるとか。ええー、で、まあ、そもそもその手前のところでまぶさんが、あの、監督と名がつくものなら何でもがっつくという <laughs>、その様の滑稽さ、浅ましさみたいなものもきっちり描かれているので、やっぱあそこのやんわり断られるとこの痛さたるやってことだし、あと、その直後にさらに畳みかけ、あの監督にやんわりダメ出し食らうところでも十分きついのに、その後畳みかけるように、 なんでしょうね多分寂しかったんでしょうねなんか知り合いに会ったほっとした感じでうっかり話しかけたその相手が自分のことを覚えてない相手っていうねしかもその間違ったテンションで挨拶しちゃってるわけですよね <laughs> あの 大会よく言うのは、あの、久しぶりに会う人にはしつこいぐらい自己紹介しろって僕よく後輩には言ってるんだけど、もう知ってる体で話し始めちゃってからの軌道修正って一番気まずいからっていう。<laughs> ねで、しかも相手は脚本家として成功しててという。まあ、あの人は、あの、分かったフリだけで話を続けないだけ誠実な人だと思いますよ。俺なら絶対、ああ、どうもどうも。その実はどうも。<laughs> 中野で、はい、もうね、中野もね、多分あの人は中野のことすら覚えてないっていうことだよね。<laughs> はい、えー、ということだと思いますけど、まあ、それが立て続けに来るような、あれも表面上はやんばりした会話だけど厳しいってことだし。 あとですね、えー、そういう表面上お高な会話だけど残酷って意味では、あの、結婚式のシーンですね、結婚式のシーン。えー、昔のね、旧友となんかその結婚式の出し物で、オズの魔法使いの出し物をしてる。まずオフ、オズのダダ魔法使いのあの、主人公たちの4人の中で、えー、その麻生さん演じるまぶさんはブリキ男をやってるわけですね。 こ、もう、ここの時点で、こう、ある種の力関係が <laughs>、ブルキー男をやってる。まあ、あの、そ、最勇気の時に諸八回当てられるタイプですよね。で、しかもその、終わった後に、紛争抜いてるのに銀色の、こう、あれが、こう、ここに残ってたりすると。で、片屋ですよ。その、えー、オズの魔法使いやる時にその力関係で言うなら、やっぱ一番強いのは、ドロシー役をやってるやつじゃないですか。で、あの、ドロシー役やってるやつは、敬語とか使ってるから、ひょっとしたら年下ぐらいの感じかもしれないけど、あのグループでは明らかにボスだよね <laughs>。で、ボスが、 その力関係の中ではボスが、ね、これでみんな全員結婚したよねっ、つったら、ね、そのまぶさん残ってるからって言うんで、そこで、あ、ごめんね、とかでもなく、こっち側の行っちゃった友達に対して、ぺろっとこうね、悪気ない感じで舌を出す。あの残酷さ。あの、お前ちょっと可愛いか知んねえけどなみたいな。<laughs> <laughs> あとその、で、そっから先ね、その、え、脚本書いてんならね、ど、え、どんなのやってるの もう、半ば大した仕事やってないって、半分分かってんじゃないのあいつら。っていうのが、あの、細かい、畳みかけるのカット割り要するに、それぞれの心理が、こう、すごく攻撃的な会話ですよっていうのが、あそこの細かい編集で、こう。で、見てる側も、どん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 畳たたまれなく、もうこれきついもういいマルシさん、嘘ついていい嘘つけ <laughs> っていうところで、ボボボボボ,ボ,ボ,ボイズ、ボーイズラブとかっていうことを言っちゃったら、やむなし嘘つくのもやみなしっていうぐらい、やっぱ厳しい場面になってる。だけど、同時に、それは致命的に彼女の、 自尊心を自分で踏みつけにしちゃう行為でもあるっていうことですよね。恐ろしいですね。はい。で、えー、ですね、マブチさん、えー、あと、松本清子さんね、あの、埼玉ラッパーの,のね、2のあの、あゆみちゃん、えー、山田真帆さん演じる、えー、友人の松本さんとのが松清、松木を通称松木よとの会話は全てピリピリしたものになってる。しかもそれは、え根、ー、本にはマブチさんが松木よさんを無意識に見下しているという、その人間関係がベースにあるんだっていうことも、序盤でさらっと提示したりすると意地悪ですね、というね。こういうふうにですね、 えー、人間とか世界が、人間が世界が、えー、自分が、まあ主人公がもともとこうだと思っていたものとは、実は全然違う本質みたいのを抱え持ってて、それがあるポイントから剥き出しになる。そういう話は僕はそれだけで大好物です。そして僕は、 その意味で、吉田圭介作品、この場所も含めた吉田圭介作品と、例えば、じゃあ、悪の法則とか、例えば、アフターショックとか、何やら、僕は、僕の中でその面白さ繋がってるんですよね。世界が本恐ろしい本質を顔出し出すというね。ある登場人物が最初から最後まで全く同じ性格付け、位置付けで動かない作品っていうのが山ほどある中でですよ。これは素晴らしいことだと思いますね。あと、吉田作品独特のですね、吉田圭介さん作品独特の世界の見方みたいなものが現れている点としてですね、 本来なら背景に過ぎないような脇の人物それこそたまたま後ろに映り込んでるだけみたいな人にも妙な存在感があったりする例えば今回のあれだと、えー、あのインタビューなどでも吉田さん大事な話をしてるような場面ほどそれをやっちゃうっていうんですけど例えば今回だと最初の方でファミレスの店員のおばさん顔も印象的だしなんかあのパーテーションに腰がぶつかるとかさそういう描写が入ってたりあの自転車のおばさんね危ない 危ないでも、ああいうおばさんいるよね。あのテンションのおばさんいるよなって感じだったりとか、えー、あと実家のシーンの手前でウォーキングしてる人が歩いててですね、それを脚本にちゃんと書き込んでウォーキングしてる人がいるとかですね。あとあのインタビュアーはね。あの劇場であの失礼なインタビュアーです。あの場面はもう、あのちょっと独立した面白さがありましたけど、爆笑してしまいましたけどね。っていうまあ背景とかが妙にこう、不必要なまでの存在感を持っていると。で、その、要はこれっていうのはね、 主人公たちの世界だけが世界ではないという世界観っていうか、えー、主人公に奉仕するために物語世界、物語世界が全てあるわけではないという世界観っていうか、で僕これはですね、 あの、ちょっと最大級の褒め言葉ですけど、僕が敬愛する千葉哲也の漫画と、に通じる、あれだと思います。千葉哲也の漫画の背景の描き込まれ、背景にいる人物、すべてにちゃんと人生があるんだっていう描き込み方とも通じるし、遺裂作品のある種のディテールにもちょっと通じるかなというふうに思ったりしました。はい。えー、ディテールって部分で言うとですね、例えば衣装なんかも意外と僕計算されてるなと。例えばですね、最初。 えー、まさんと天童、ね、えー、が、松木代さんを挟んで、初めて会話する場面。そこで、えー、まさんと天童が着ている服の、アイテムの色が完全に対になってるわけですよね。黄色とピンクと白で。追、え、い、ー、になってる。えー、で、で、これは要するにですね、まぶさんっていうのは、努力してるけど、どうしてもダメな人。で、それで天童っていうのは、努力自体まだしていない、その手前にいる人ですよね。で、大抵の夢を追う人っていうのは、この両者の間にいるわけですよ。えー、もしくはこの両者のミックスなわけですよね。えー という図式をもう、このい、着てる服の色でこう、もう表現できちゃってるとか。あとはですね、特に序盤なんですけど、天童くんがですね、まあ、ビッグマウスぶりを発揮する、まあ、そのくだりですよ。で、そこで着てる服が、例えばね、なんかこう、ほら、あのー、松木代さんの脚本、なんかベタっすね、オリジナリティのかけらも感じないな、みたいなこというくだりでは、着てる T シャツが、オリジナルソートっていうね、<laughs> オリジナルな発想っていう T シャツを着てるとか。あとは、別の場面では、 えー、まあ、英語でなんだけど、こういうことが書いてある。人間は多くを知ってはいるけど、少ししか行動しないっていうプリントがされているとか。こういうもおそらく意図的なね、え衣、ー、装だったりして。まあ、こういうのは、確かにデフォルメされたこう図式化みたいなもんなので、こういうバランスでちょっと好みが分かれるところかなとは思います、正直。ここをちょっとなんか嘘くさいバランスと取る人がいかねないとは思いました。はい。ただ、何度も言いますけど、天童のビッグマウス、あのバカっぷりってすごくデフォルメされてるけど、大なり小なり、 ああいうこと。あとね、例えばですよ、僕が映画に対してなんかね,ね、リスクとは別個に偉そうなこと、リスクとは別個に偉そうに作品の表したことない人いますこの番組聞いてる人で。<laughs> 誰も他人じゃないよってことでしょう。 でもちろんね、その、夢っていうのは呪いと同じなんだね。仮面ライダーファイズ第8話、夢の守り人後編 <laughs>、えー。これが後にライムスターのワンサーゲインになり、あるいはわかりませんよ、窓かま以外のね、話になっていくというような、このね、えー、夢イコール呪い、つまり夢というもの、とかくポジティブな面だけ語られがちな夢の、えー、呪い性みたいなものを扱う話、いっぱいありますけど、その中でもここまで、徹頭徹尾、それでもダメなもんはダメかもしれないじゃんっていうことを突き詰めた話って結構ないと思うんですよ。例えば、 えー、ロッキーの一作目とかね、えー、それはワンサーゲンーでもいいですし我々が好きな タイプのその負け犬たちのワンスアゲン映画っていうのはそのワンスアゲンするちょっとその上昇気流になったその曲線が上昇になったその一瞬のストップモーションをしてるからカタルシスが生まれる。まあもちろんエンターテイメントとしてそういう風に計算して作ってるわけだけどやっぱ確かにもっと厳しいのはその先をどう生きるかそれでもダメだったらどうするって話ですよね。あのスタードローン自身ロッキー一作目に関して最後のストップモーションはこの男の人生はここが頂点なんだ。まあその要するにあの234以降はないとしての話ですよ。この男の人生はここです頂点だって意味です トップモーションなんだっていうだからその続くというね続きの方がもっと厳しいで、結果として絶妙だなと思うのがここで あの脚本家っていう題材ですよねつまり彼らがやっていることが本当にはどの程度のものなのかっていうのが観客にはわからない題材なわけですよ、えー、スポーツとか音楽とかだったら成果が要するに映画的に見えますよねだからこの脚本というのは映画的には本来マイナスな題材なわけですよね、はいえー、だからこそ今まであまり描かれてこなかったわけだけど、えー、この今,今回の本作のテーマ的に明らかにプラスになってるつまり登場人物同様我々も これだだけ頑張ったんだからそれこそロッキー的な積み重ね描写もあるしこれだけ頑張ったんだからそれなりの結果が伴うのであろうと見えない成果を勝手に期待してしまう作りなわけですよ。 だから、えー、スポーツとか音楽だったら我々観客が勝ち負けとかいい悪いみたいなものを一応はっきり見えるじゃないですか。でも見えないから、ダメだったとか良かったが結果としてしか見えてこない。ゆえのあり地獄感っていうか、えー、ことなんです。つまりこれは映画という、映画的には、脚本っていう、映画的には不可視の題材が絶妙にこれを表してるわけですよ。だから、深みにはまってっちゃうっていう。えー、で、多分ですね。 特に、まぶさん側の作品は、脚本は、実際に読んだらきっと、やっぱ、あからさまにダメなんだよ、た、きっとさ。あの、要はさ、君はやっぱ向いてないと思うよっていうレベルの作品って、何の、ジャンルでもあるわけじゃないですか。で、例えばね、元彼に、その考えの浅はさ、浅はかさが、作品としての浅はかさにつながってるんだって厳しい指摘を受ける場面ありますよね。で、あの場面で僕は、いや、だからさ、その見方の変化を、 あの、脚本の登場人物の成長プロセスに描き込めばいいじゃんって思ったわけよ。主人公が介護の現場に行くんだけど最初は舐めててっていうことを途中で指摘されてって話にできるじゃんって思って、すごいもどかしく思ったわけですよ。誰かを周りのやつでアドバイスしてやれよでもね、彼女はやっぱり、まぶちさんはやっぱりそういう風に作品をブラッシュアップしていく力がない人なんです、多分。そして、そういう風にアドバイスを受けるような結核知りなりを学校行ってるのに彼は、彼女はやっぱり多分人のアドバイスも実は聞けない人なんだと思う。はい。 えーというねで実は彼女がねなんかややのやのやってる後ろで松木代さんは先生にちゃんと質問とかしてるんですよ背景では。っていうのがあったりするという、えー、ことだと思います。で で、ここで彼女が取材する対象が介護っていう、社会的に文句もつけようもない正しい仕事っていうのが素晴らしくまた過酷な対比になってるなというふうに思います。えー、元彼に対する未練であったり、あるいは見え、みたいなものと相まってより主人公を追い込む設定になっているという、えー、ことじゃないでしょうかね。はい。えー、で、あのー、まあ、追い込みってもいい意味ではね、その天道がなぜその脚本をここ、殺すようになったかっていう、その、えー、エピソード、要するにね、その心に火がついた瞬間の話、たわいはないけど、その瞬間の話を聞いてまぶちが泣いちゃう。その話はいいんだ けど馬渕さん側のそういう発火点の話がすごくぼんやして,してるとでそれは意図的なバランスかもしれないけど僕はやっぱそこが割とはっきり具体的に描かれた方がそこをやっぱり捨てるっていうことが無類過酷になったんじゃないのかなとか思ったり苦言的なことで言うと、えー、本編の落ち度ではないですが予告であの絵だけは見せちゃダメだろっていうある絵がございまして、えー、お話し上の流れは分かるにしてもその絵は見せちゃダメせっかくそこまでわざわざミスリード演出を重,なて重ねてるのに。 っていう場面が一個ありまして、それは思ったりしました。ただまあ、こういう感じで、あの、重箱の隅的なことぐらいです、本当あの、気になったことといえば。えー、ね。まあ、あと現在進行形の人が見たらどうなっちゃうのかぐらい。あのですね、この映画、ちょっとこれは、これだけは最後に言わせてください。この映画すごく独特の要因を残すっていうのにはもう一つ仕掛けがあって、えー、始まりの部分とクライマックスから終盤にかけてだけ、ちょっとメタ的な作りになって,なってるわけですね。えー、特に終盤は、 さっきまでまぶさんが書いていた脚本に書かれていたこと。まあ、それが画面上で読み取れるわけですけど、が、そのまままぶが繰り返すわけですね。実際のその映画の中の話で。で、最後には彼女が歌う鼻歌が映画の BGM と重なるわけですよ。非常にメタ的な作りになっている。で、普通こういうメタ的な仕掛けっていうのは作品の物語のね、フィクション性っていうのを際立たせる。要は、あの、観客の視点の客観性を強める役目。 機能を果たすすことが多いわけですそういうふうに使うことが多いわけだけどこの映画はむしろちょっと逆でそのメタ的な作りが最後に来ることでなんか物語からこっちが見返されるっていうか何か突きつけられるような感覚をうん、なんかあるようなメタの使い方をしてるわけですねつまりこの話は単なる作り話じゃないぞとこれを作った俺の話でありお前の話で実際吉田さんと共同脚本の西原亮さんのモデルにした話なわけだからこれは現実に要するに現実に向けて開かれる 昨日としてのメタフィクションみたいな、そういう仕掛けに僕は感じたんですけどという、そういう意味でもすごく鋭い作りの映画だというふうに、えー、思ったりいたしましたということですね。はい。で、あの、吉田圭介さんのこの作品、ね、あの、前作の参加から3年も経ってて、えー、まあ、ど,うどうなったのかと思ったら、これから先立て続けにさらに2本も新作が来るという、えー、麦子さんとっていうね、これあの予告であのシネクイントでやってて、あのー、 ある、主題歌である曲が流れるんですけど、それが俺、風立ちの予告編の飛行機雲級の催涙ガス効果で、もうすでに結構来ているんですけど、っていうのもあるし、あと銀の差しっていうね。 はい。あの、原作もの。これ、あの、久しぶりにというか、長編では初の原作ものになるんですかね。はい。えー、これなんかが待ってたりして、要は、あの、吉田圭介監督、随分キャリアね、長いですし、その前の目が出ない時期も、当然、要するにここで描かれたような気持ちの時期も長かったようですけど、ついに、再注目若手監督として、今、今年は、ちょっとこれから台風の目になっていくんじゃないでしょうかね。今後も本当に、えー、楽しみなあたりだと思います。あのー、僕はやっぱ日本の、だから若手の、だから、入江さん、すげえライバルじゃないかな、とかね、思ったりしますね。あのー、日本の、 若手って別にくくんなくてもいいな日本の喜劇作る作家としてね先週と言いたい待機だと思いますけどあのすごい名手だと思いますすごく今一番うまい類なんじゃないかなというふうに思いますあの次行こうも楽しみでございます馬車山とビッグマウス馬車山さんとビッグマウスあの自分の体験とも照らし合わせていろいろ語れる作品でもございますし非常にあのいい作品ではないでしょうかということでぜひぜひ劇場でウォッチしていただきたいと思います Which